で、本日は、村君の誕生日プレゼント買おうということで。いや、ということでじゃないです。ということでじゃないの。嫌なんよ、この構図。本日は、止水プレミアムアウトレットに来ております。来ております、はい。お世話になっております。で、ここで出れば。レバー？レバーじゃないです。内臓じゃないです。今日はうちの誕生日プレゼントを、はい、加納さんが、うん、まあ、買いたいということで。いや、言ってないよ、買うとしても別に個人で買いに行くからさ、そのやっぱり、うん、物買うっていうコンテンツはさ、コンテンツって言うな、伸びるからね、もっともらしく言うなよ、うん、今日はあのアクタスさんに来ておりまして、はい、まあ、ここでなんかいいのあったらなみたいな感じで雑貨をね、あ、私が言うやつじゃん、それあなたにいいプレゼント買おうと思います。いやーやんいやーやで、まあ、そう、ここでなんか選ばせようかなみたいな、選ばせるって、うん、いやこれまた前みたいに編集してくれるんですか。いや、しないですもうええとこしかやらんくなってるやん、その結構ファンやからさ、あれの何ですか。いや、村上編集日記のねいる今ファンって言ってくれたから、上がったテンション上がって上がるんだ、上目遣いの方かわいい、ありがとうありがとうそれもしあれやったらすごい煽られんの。そうよ、あかんこと言ったら怖いですね。ということで早速、はい、プレゼント選べ選べいいですね。日傘とかある、うん、違うよ、その横。日傘とか最近しず強いで、何？あ、花瓶？うんうん、花瓶はいいよ。いいですね、花瓶なんかええやん。いいね。おしゃれ、かわいいやん、こんなんな。あ、見て見て。何？これ。あ、顔？顔みたいになってる。モアイみたいな。モアイみたいな状態になってる、うん。いいね。うん。込みで撮りや？モアイだけ撮りなや。込みで、かわいいね。なんぼなん。家具なんかも。作業机でさ、私がこんなん欲しいわ。どんなん？こんなん。映して。今しゃべ、触りながら、うん、こんなんって言ってんねんから。いや、どんなん？どんなんじゃん。大喜利みたいにすんな。口で説明して。こんなん。ブーンで終わんねん。カメラブーンで終わるから。詳しく言ってたら、誰かからもらえるんちゃう？え、あ、細かくね、そのこんなん欲しいわ、フット帳のさ、うん、そのいいやんか、こう引き出し、引き出し、ちょっとなんで、あ、悪いこと言った、私引き出しとかちょっと映せってせっかく撮影させてもらってんねんから、うん、こう引き出しとかがさ、燃えついてんねん、店ポンで終わるわ、こうこう引き出しとかついててさ、よくない？ライトとか立てれてさ、ええやん、どこ撮って今どこ撮ってるんだよね空からやるやつな。何歩ぐらいまでだったら出せんの。いや、いちご、まあ、いける。いや、いちご、あ、でも、まあ、マットとしてはね、安いね、いいよな、うん、これでいいけど、ミッドスタイル、ミッドスタイルのグレー、今何色なの。いいと思う。今は、うん、なんかな、てんてこまいみたいな、てんてこまい、なんか柄柄なんや、うん、どういう、何色がベースなの。なんか赤の縁みたいなのに、うん、なんかそのダイヤみたいなのが散らばってるみたいな、なんていうの、アーガイルみたいな。いや、アーガってないね。アーガってない。ソファー緑やからさ、うん、それにあったらなんでもえ、なんで緑なんかでもなんでもベージュでも、そうそうそう、ハイボリーでもなんでも合うやん。こっち向いてや。え、なんでそんな後ろばっかり見て。ちょ、あんたが前に行ったらいいんです。私この辺だろ、そうそう、こんなロケ見たことある。いや、でも全部ええですねって、なんでこっちが上なの。カビにするか、やっぱり。あ、デカフューザーあるやん。デカフューザー、うん、デカフューザーにしますか。びっくりして、デカフューザーに。大きいから、大きいから、びっくりしてる、大きいから、びっくりしてる。な、編集せえって。これどうやって編集するの、さかのちゃん。できる、これ。使いこなせる。近いって今スタッフに聞いてる時に、近い聞いてる、あなたじゃなくて。トイレマット、マット入れマットとかありますか。
パスマットとか遠い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 で遠いですよ。そうか編集権ないのイライラするねここまで自由にやってさ編集権ない。もう一個はもう一個行かしてもらえる、うん、なんていうところですか。次も雑貨屋さんに行きたいと思います。何撮ってんのな。いや、ほはじゃじゃ足しか今映ってへんやんな。じゃ足と足じゃなくて、うん、撮れ。大きさ一緒やから大きさ一緒やけど止水に来ても大きさ一緒かっていう証拠。一緒や、なんで変わんねん止水来て止水って言っただけ止水って言っただけ。さっきの店やったカノさん何が欲しかった？花瓶いいかなと思ったけどな、うん、自分も欲しい。花瓶欲しいよ人にさ何欲しいか喋らしてゲップで終わるってなんだほんま。どういう編集ゲップで近いって近くないよ近いねお前さあここはなんとフラフラそうですよ。フランフランからの。フランフラン。いや私フランフランじゃない。あと誰ですか。エマソカノです。わお。誕生日企画ですよね、うん。あなたのプレゼントを買うんですよね。そう。うん、そう選んで村上編集日記ではないんですよ。選んでほしい。編集はしないんですよ、ね。選んでください。はい。かわいい。あ、めっちゃお皿かわいい。かわいいよ。いいかもね。丼とかさ。なぜかというとさ、うん、スープのさ。あ、確かにこれここで買ったやつでスープ作ればいいやん。そう、器がさ足りてなくてさ、うん、これとかいいし。うん。これとか。写し写し今こそ今こそ写せ。これとかかわいい。今こそ写せ。かわいいやん。色ついてるやつ欲しいと思ってたやつ、うん。今あんたやつこういうのとか。うん。こういうのとか。こういうのとかさ、うん、高いな。こう可愛いよね、うん、めっちゃ可愛い。こんなんにしたらいいやん。こんなんのセットにしたらいいやん。なんぼなんぼなんぼ。これ安いで今、もう 20% オフで2倍 20% オフで、ね、で680円やろ。うん、2倍自分で買おうか。じゃ安い安いから自分で買えんもん。なんでそんなこと言うの。マジマジマジ高いやつ買ってほしい。いや、その高いやつは買われへんよ。本えらいなんか業産急に出しちゃうの。急には出さしてたまたま。いやいや、その2個で出版が被ったから印刷会社。止まることない。長かったの。2回ぐらいでよかった。なんでずっとやんの、そんなの。わ。うん。かわいい。かわいいね。魚のスポンジ。これなんか昔使ってたな。使ってた。一緒に住んでる時使ってなかった。あれ使ってたの。お魚のやつね。ちっちゃー。いや何今のおっさんで。えめっちゃ怖い。何何何。見た。何。これ小さいやつ。ちっちゃい。喉乾く。は？こんなちっちゃいのだけ。ステンレスボトル、まあ普通がこれぐらいで。うん、まあ。それ。ついていかれへんねんけど、感性が。こんなちっちゃかったら、物の乾く。あ、いいやん、これ今の季節。うまっ、涼しい。ハンディファン。あー、めちゃくちゃいいやん。もう今年も絶対暑くなるのよ。うん、分かってんねん、うん。去年も暑かったよ。長いから、ほんで最近の夏は。うん。うん、どこ撮ってんの？浴びた。いや、浴びてるやん、これ。もうちょっと浴びて。うん、浴びてって言って。え？浴びて。涼しい。で、一人で。はい。浴びて、涼しい。爽やかな顔。浴びて、涼しい。怒って。浴びて、涼しい。涼しすぎて怒ってやんの。自分らのせいちゃう。なんか自分らがさ、こうやって野放しにするからさ、こんなことなんねんで。めっちゃいいと思うけどな、ハンディーが。かわいい。可
そんなんいっぱい。ヤコの子の取って。え？ヤコの子の奪って。見てあんねん。見てんのになんで奪わなあかんねん。いいよねこれ。いいよねこれ。色も可愛いよね。うつ、ん、でいい。大丈夫。オッケー。いいよ。名前言うとき。うん、言わん方がいいやろ。絶対言うな。フルネームで言う。言いわけないやろ。住所と。言うわけないやろ。怖いな。怖いこと言うなよ。ありがとうね。ごめんね。バイバイ。ハンディファン。ハンディファンアピールしといて。嬉しいよね。めっちゃ色もいい。これ持ってさ、こうやってさ、涼しい。一回だけ。せーの。涼しい。ありがとう。ごめんなさいね。お皿にしますか？うん。どのサイズがいいの？うん。何でもいいよ。なんで萎えてるの？なんか決まった瞬間萎えるよね。いや。サプライズやん。え、サプライズやったらカメラ回しなやん。なんか言わんと買うみたいなさ。え、できへんやん。だってずっとついてきてさ、無理やん。いけるけど。いやいや、また目つぶってたらじゃん。ああ。ほんまに積もるやん。ほんまに積もってるやん。よし、じゃあ村上、さっきこの柄、ちょっとこの柄が可愛いって言ってたからこれ買おうかな。どれ？ねえねえ、おらんねんって、座頭一の YouTuber。どれがええの？なんかスープ取るときのこう、うん、こうの角度なんよ、うん、だからこっち側はあんま見えへん、見えへんだからこっちが楽しい方ね、楽しいのがこっちだよな、うちが楽しい方がうちは楽しいなってことやんな、うん、決まってるやん、これとこれかな、めっちゃめんどい女やん、どれでもいいとか言っときながらさ、いいな、いい、決まってるやん、心の中で赤みあるスープとか、はい、これにしてな、この2つな、うん、で お皿がいいの、なんかさっき言ってた、そんな容器買ってくれんの、このお皿かわいいなと思う、こんなお皿楽しい、うん、いいのこれさ、かわいいの、なこれいいよ、これかわいい、あ、M サイズで、はい、はい、大丈夫です、ね、なんで手いらんねん、お疲れで、いい買い物できました、はい、はい、じゃあおめでとう、あ、もっとなんで座ってんねん、おいはい、メッセージ込めて、かれこれ知り合って、ちょっと待って、人がいっぱい映ってしまうからね、もう棒に分かったか、じゃあじっとしていい、はい、出会ってね近い、もう小学校から数えたらね、もう二十何年数年の付き合いですけども、36歳になったということでね、これからどんどん健康に気をつけてね、体にいいスープをたくさん飲んでいってください、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ずしずしずしありがとう、ありがとう、こわっ、 What you gonna do?